どうも、コーズです。今回ですけども、J1 第10節アルベルクス新潟 VS FC 東京試合の振り返りレビューということで、正式版レビューやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。目次です。スタメンベンチ試合総評収穫と課題選手採点ということで、ちょっといつもとね、ちょっとリニューアルして、振り返りやっていこうかなと。いつもはなんかね、連戦だとその速報版レビューで終わらせたりしてるので、ちょっと今日は改めて、がっつりレビューしていきたいなと思います。お付き合いください。スタメン、小島、マイケル、早川、藤原、千葉、秋山、宮本、小見、松田、谷口、高木と、FC 時はご覧の通り、安西選手と寺山選手が前節と変わったのでしょうかね。ベンチまで、前節と同様の新潟、阿部、長谷川、匠、稲村、長谷川、元木、島田、太田、小野と、いうところですね。FC 時はディエゴ・オリベイラが帰ってきたよというふうな形。スタート時のスタメン、フォーメーションに表すとこのような形ですね。そして試合終了時はこのような形に変わっていたというふうなところ。フォーメーション図で見るとご覧のような形。試合の総評、こちらはね、生配信で、触れたような、試合後総括とそのまま書いてありますが、改めて読んでみます。FC 東京のミドルプレス、自陣での寄せ、ここの強度と集中力の継続に新潟が苦しめられた試合でした。パスはつなげど、相手陣内でのプレーでのミスが目立ち、それによって横パス、バックパスが増え、消極的になりですね、なかなか決定機まで持っていけないと。ミドルシュートの意識こそあったが、後半に0差になった後は意気消沈気味、小野など途中後、交代投入後にまた盛り返せたが、時すでに遅しと。早川の意地の1点は頼もしさを感じましたが、チームとして良かったところの方が少なかったと。秋山のパスもカットされることが多く、選手の距離感出してと受け取るイメージのレベルを今日の敵の強度で来られるのはもっと精度を上げなければならない印象がありましたと。まあ反省すべき試合でしたよねと。ね、毎試合神セーブ連発の小島選手の調子もいつもほどじゃなかったですし、まあ、ディフェンダー陣の寄せも甘かったと、いうようなところで3失点、大量3失点と、いうふうな形でしたね。収穫と課題ですが、まあ、収穫、まあ、いいことも悪いことも、まあ、触れなきゃ、ね、いけないということで、収穫としてはやっぱ稲村選手、強化指定選手、来年ね、加入内定が決まっているわけですけれども、ルヴァンに続きですね、ルヴァン、いわき戦でも出場機会を得て、フル出場していましたが、J1 リーグでも目処が立つプレーができたこと、まあ、これが非常に収穫なのではないかなと。渡辺大輝選手、横浜 F マリノスに引き抜かれた渡辺大輝選手の後釜不在に加えて、新井直人選手が広島にね、シーズン後に引き抜かれて、手薄なディフェンス陣に差し込む希望の光となりそうと。これは非常に収穫かなというふうに思います。あとはやっぱ小野裕二選手はフルタイムで見たいなというふうに感じましたね。少なくとも先発で見たいと。まあ可能であれば今日の交代枠使い切った後のメンバーをスタメンにしてみたいと。このメンバー構成でスタートしたらどうかなぐらいの感じでしたね。課題、やっぱり FC 東京の予選の速さ、集中力が高くてそこを打開できる個の質の問題だったり、前進しようというメンタルの問題だったり、周りとの連動や距離感だったり、そこら辺の全てが足りない新潟。F2に限らずですね、まあ、J1 にいるクラブは新潟相手にこういうことができるわけです。予選の速さ、集中力を保ってっていう風なところは。だそれをじゃあ来た時にどう上回るのかと。まあこれも、まあ去年も J1 経験してるわけなんで初めてじゃないんですよ。それこそ去年ひどかった鹿島戦だったり京都戦、名古屋戦。あの辺だって同じことですよ。何回やんのっていうところはありますよね。一言で言えば質がまだまだ低いと。ただその質の中でもやっぱ紐解くといろんな要素があるので、それをじゃあ一つ一つどう解決していくか、どれを最優先にして優先順位決めて解決していくかっていうところ、チームとしてね、次また5月3日5月6日と連戦が続くわけですけれども、どうやって修正していくのかなっていうところの不安の方が見ていて大きいですね。まあ、そして、まあ、やっぱりその僕もアルビサポなんで、非常に基本的にやっぱクラブが常に強くあってほしいっていうようなところを前提にいろいろ話をしてるんですけれども、果たして今プレーしてる選手はそれぞれが思う新潟のサッカーを果たして体現できているのだろうかというふうな疑問がつくような、まあ、出来かなと。なんかそこら辺がやっぱりバラバラになりかけてないかなっていうところは本当に心配ですね。特に今年新加入の選手だったり、まあ、アルベル監督を知らない、2年目3年目の選手だったりが、果たしてその今新潟でプレーしていて果たして楽しいのかと。
うん、思ってた通りなのかっていうふうなところは、はなはだ疑問ですね。やっぱりそこら辺の目線も合わせながらチームとして、より取り組んでいくべき、取り組んでたとしたらやり方がもっと、スピードを上げなきゃいけないのか、質を上げなきゃいけないのか、まあその同時なのか、両方なのかわからないですけど、もっともっとやっぱり強度を上げていかないと敵に勝てない、というふうなところですよね。はい。そして今回から導入しました選手採点。まあ新潟のみですけどね。一応 3.5 から9まであるかなぐらいで作ってみたんですけど、まあ基本 5.5 前後プラス1から 1.5 ぐらいじゃねえのっていうふうに思いますけど、見ていきましょう。小島 5.0。いつもの小島選手の3失点のうち2つぐらいは止めてました。まあ、なのでこれぐらい。まあ、藤原選手 5.0。まあ、田原積田選手に手を焼きましたね。クロス対応などで物足りなさもありましたが、まあでも、まあとはいえやっぱ藤原も小島も普段が良すぎるからこの点数なんだけどね。で、マイケル、カバーリングなど良かった点はあるが失点を考えると、まあ、5.5 ではないよなと。まあ、千葉選手もそう、まあ、連続出場、満身創痍の状態を考えれば、まあ、これより下げるのは、まあ、酷だよねと。まあ、ディフェンス陣はある意味連帯責任的な部分もあるかなというふうに思ってます。で、早川選手は 5.5。これはやっぱり意地の一発があったので、0.5 足してます、さすがに。意地の一発は見事。まあ、それ以外ではそこまで見せ場少なくと。で、秋山選手 5.5。いつもよりパスカットされるシーンが多かったと。もっと試合中に修正したかったということで、これは受け手の問題もあるんだけれども、それは出し手として味方に要求するっていうのをもっと試合中にやるべきなんじゃないかと。やってたとしたら伝わるまでやるしかないですよね。そこら辺はすごく感じる。宮本選手 5.5。早い時間でイエローをもらったことで、その後の動きに制限があったのが厳しかったと。まあ、とはいえよく頑張ってましたけどね、宮本選手はね。あのイエローがなかったらもっと激しくいけたなっていうシーンは、まあ、いくつかあったかなというふうなところ。そして松田選手 4.0。まあ、決定機をものにできなかったのはこの試合だけではない。もう何試合もある。何試合もあるぞ。本当にちょっと、困っちゃったなって感じ。コミ選手も 4.0。東京のプレスに後ろ向きになることが多く、サイドから打開できなかった要因と。やっぱりこの両サイドが停滞したっていうのがかなり痛かったような気がしますね、この試合特に。もっと派手に仕掛ける。でも取られちゃうんだったらどうやって取られないように攻め込むかを試合中に修正する。まあだからそれを気づいてほしいっていう風な、その成長機会として、多分松橋監督は我慢して使ってんだろうなっていう意図は、まあ、汲み取れなくはないんだけど、だそうなるともうこういう捨て試合をこういう選手、そのなんだろう、気づいてない選手に気づかせるための捨て試合みたいになるっていうのは、ちょっと見てる側としては本当にどうなのっていうふうに思ってしまうのですよね。まあそうじゃなかったら、僕の解釈違いだったら申し訳ないけど、多分そういう意図があるんじゃなかったら使い続けないでしょっていうふうに思いますけどね。そして高木選手 5.0。 悪くはなかったが、決定的なシーンを作れたかというと、やっぱ小泉選手の方が上手でしたね。ちょっと手を焼いた印象。谷口選手も 5.0。 悪くはなかったですが、良さを潰された中で何ができるか、ちくはぐさが残ったと。次から交代の5選手。小野裕二選手 5.5。 終盤は存在感が増してきましたね。30分では今日ぐらいが限界かなと。やっぱフルで見たい。稲村選手 6.0。 手薄のセンターバックに左利きの有望株登場ということで、次はスタメンでもおかしくないかなと、リーグでもね。そして太田選手 4.0。 これはやっぱり松田選手、小見選手と同じぐらいちょっと良くない。見せ場がほとんどなかったです。そういう状況が数試合続いてるのも心配。この試合だけじゃないのよね、太田選手もね。なんか去年までの良さが一個も出てないんだよな、今シーズン。あんまり、そのなんだ、盲腸で出遅れたのもあるのかもしれないけど、すごくちぐはぐしてますよね、太田選手今季ね。ほんと心配で、長谷川元輝選手 5.5。 技術は確かです。もう間違いない。もうトラップ一つにしろ、ボールの持ち方一つにしろ、見てたらわかる。あとは連携面、周囲との連携面。一人ではサッカーできないから、味方とどういう風に攻め込むかっていうところの質の問題。なのでやっぱ出場時間をもっともっと増やしてあげたいなっていう風なところは感じますけどね。そして長谷川拓実選手 5.0。 クロスの質は向上してると思います。前向きの視点も良かったです。ですがやっぱ守備に課題ありかなと。やっぱその守備がちょっとしんどいんだったら、やっぱ攻め込みまくる
時間を多くするしかないので、やっぱそこら辺もやっぱ周囲との連携面、もっともっと上げていかなきゃいけないのかなというふうに思いました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。